次も次もその次もずっといい試合見せるんでね、ぜひ皆さんこれからも応援よろしくお願いします。それでは井原亮太郎選手に試合後インタビューをしていこうと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直な感想を教えてください。いやまあ率直な感想、今か、別に特になんか普通な感じの毎日の流れと同じ感じな気分ですね。なんか特に試合やったなとか試合だったなみたいな感じもなかったんで、正直、ね、そんなにこうアドレナリンもそんなに、いやアドレナリンは上がった時は出るんで、うん、それ以外がちょっと出なさすぎたんですけど、上がる前は、でも上がった時はちゃんと出たんで、うん、楽しかったです。はい、はい、あの井原選手ってこうやっぱりパンチが重たくてワンパンのある選手だと思うんですけど、はい、結構パンチが相手に入ってた印象でした、はい、なかなか倒れなかったんですけど、うん、びっくりした、本当にびっくりした、うん、山川が予想以上に根性あって、そうですね、今までだったらほとんど倒れるんでね、まるで、はい、こう私もこうその展開は予測してなかったので、はい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 、パンチが入ってて相手が倒れなかったっていうのはすごいなと、根性がだから伝わりましたね、山川聡輝の、うん、はい、今回特にこう減量されて練習はどうだったんですか。練習も減量もしてないですね。ああ1日前に、まあ、減量しなきゃってことで 3.5 落とさなきゃいけなかったんで、はいはいはい、1日前に 3.5 落として練習はしてないです、うん、まあ、その期間空いてないんで、はいはい、まだ感覚残ってたんで、うん、はい、今回あの試合を経て、はい、またオーディション13があると思うんですけど、はい、今後こうなんか意気込みなどありますか。いやもう敵がいないんで、なんか頭抱えてます正直。次誰とだったら盛り上がるかなとか思って、はい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 、試合は盛り上がると思うんですよ、誰とやっても、うん、僕は結構殴り合えるんで、はい、けど試合までの間盛り上げられるやつがいいなと思ってるんで、あ、はいはい、まあなんかちょっと強めのやつ呼んでくれたら嬉しいなと思います、うん、はい、なるほど。じゃあちょっとまたオーディションもどんな相手が現れるか楽しみって感じですね。全員返り討ちにしますけど、うん、はい、はい、これからもあの強いパンチ期待しております、はい、ありがとうございます、はい、楽しみにしております。おっす、ありがとうございます、はい、それでは最後にファンの皆様に一言お願いいたします。次も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 その次もずっといい試合見せるんでね、ぜひ皆さんこれからも応援よろしくお願いします。こんばんは、山川聡輝です。ちょっと試合終わって今0時過ぎぐらいだと思うんですけど、ちょっとこの体勢以外取るとね、すごい吐き気というか気持ち悪くなったんで、この体勢ですいません失礼しますなんですけど、まずは 12.5 見てくださって本当ありがとうございます。こんな体勢でねっていうのもちょっとあれなんですけど、本当ありがとうございます、見てもらって。で、井原選手本当ありがとうございます。あの僕の、まあ、プライベートのね、ちょっといざこざにちょっとこじつけて、まあ、もうほぼ八つ当たりっすよね、もうほぼ八つ当たりみたいな絡み方して、でチャンピオンで何の、ね、メリットもないのに、僕しかいいメリットないのにこの試合してくれて本当ありがとうございます。まあ、試合内容で言うともう本当、まあ、ぶっちゃけ今何も覚えてないですけど、めちゃめちゃ強かったなって思います。やっぱうん、チャンピオンですね、マジで強かったです本当。なんかふざけてキノコ狩りとか言ってすいませんでした。まあいやでも本当あのやってくれてありがとうございました。あと視聴者の皆さんも本当見てくれてありがとうございました。この体勢あれなんですけど、今どうすか、目ん玉こんな感じになっております。非常にグロテスクな感じになってると思うんですけど、まあ、本当いい経験できたなと思います。試合ね、あのまだまだこんなもんじゃダメだなと思いました。あの本当今一緒に聞いてくれてる彼女なんですけど、彼女もありがとうございます。頑張ったね。あと、今回スポンサーついていただいた会社様、本当ありがとうございます。あの一番注目が集まる動画は多分この動画だと思うんですけど、ちょっと こんな状況なんで、ちょっと次回以降紹介させてもらおうと思ってるんですけど、本当ついてくださってありがとうございました。ありがとうございました。ね。トレーナーついてくださった片島さん、あとスポンサーついてくださった、松井さん、本当今日来てくれてありがとうございました。
ちょっとまた治り次第ですね、あの経過報告とか、まあ、振り返りみたいなのできれば嬉しいです。ちょっとまあ井原選手ちょっと強すぎあの眼下底と鼻折れてます、見事にいってるんで、あのもうちょっとしばらくケアしてやりたいと思います。まあ、そうですね、本当見てくれてありがとうございました。ちょっとまたいつになるか分かんないですけど、また頑張る時来たらまた見てもらえたら嬉しいです。本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。はい。